シルバー・アローズは2023年に勝利のないシーズンを経て今年は新しいダブル15マシンで巻き返しを試みている新シーズンに向けて勢いが高まる中メルセデスはバレンタインデーにシルバーストンで2024年型 F1 マシンを発表するシルバー・アローズは2023年の厳しいシーズンを耐え抜きコンストラクターズチャンピオンシップでは独走リーダーのレッドブルに次ぐ2位でフィニッシュしたが2011年以来 初めてレースに勝利できなかった。ルイス・ハミルトンは、ここ2年以上勝利から遠ざかっており、7度の世界チャンピオンであるハミルトンは、イギリスのチームメイトであるジョージ・ラッセルと共に、今年は、先頭を走るマックス・フェルスタッペンに挑戦できる車を望んでいる。月曜日の朝、トトウルフのチームが、2024年の挑戦者であるダブル15を、2月14日水曜日に、イギリス GP の本拠地シルバーストーンで発表することが確認された。このイベントには、 ハミルトン、ガッセル、ウルフ、テストドライバーのミック・シューマッハが出席する可能性があり、メルセデスのソーシャルメディアチャンネルでライブストリーミングされる予定だ。